先取りってめちゃくちゃ重要なんですよ。まあ、先取りって重要かどうかわかんないけど、僕自身、先取りでめちゃくちゃ楽してきたんですよね。あの、早いうちに勉強を終わらせておくことによって、そ、そこの終わらせた時点からの人生がクソ楽なんですよ。だって、考えてほしいのが、まあ、よく、例に挙げるのが英語ですね。英語。 あの中学1年生の時点で置いてかれた人って無限にしんどいですよね。で、例えばこう、あの中学2年生、中学3年生、毎回毎回試験があって、毎回毎回試験で何もわかんねえなあと思いながら必死になんかやるけど、あんまり理解できないまま試験日迎えて、まあ、なんか運よく赤点ギリギリ。 回避してみたいな,な、そういうループがずっと続いて、じゃあ高校3年生、2年生か分かんないけど、受験に本腰入れなきゃなってなった時に、じゃあ英語やろうってなっても、ずっと置いてかれてるから、もうどの時点でから勉強を始めたらいいか分かんなくて、え、じゃあ中学校1年生の文法からやるでもうそんなの今更やってもな、みたいな、なんかそういう葛藤に追われ、もう本当にずっと多分永遠にしんどいんですよ。逆に、 もうなんか中学1年生、中学2年生ぐらいのタイミングでもう英語ばってもう割とこうアドバンテージ取っていたらそこから先、無限に楽なんですよね。毎回毎回試験のたびにああ、これ分かる分かるっていう復習をし続けてでだから要は差がつき続ける一方なんですよ試験のたびにまあ復習になっていくっていうか授業のたびかな。 授業を聞いて、ああ、わかるって言ったら、授業のたびにそっちの人は伸びていくんですよ。一方で、あの、置いてかれてる人はもう、止まるどころか落ちていくっていうか <laughs>、こう幅が広がっていく一方なんですよね。時が経つほど。だから、まあ、勉強は福利的なリスク、あ、リスクじゃない、福利的な恩恵を受けられるので、あの、先取りってめちゃくちゃ重要なんですよね。だから、なんかこう、高校1年生だし、高校1年生の内容だけやっとけばいいや、 って思う人はまあそれが結構手一杯なんだったらまあそれはそれでいいと思うんですけどあの皆さんぜひ結構まあ余裕あるなじゃないけどまあ,ある程度高校1年生のこと分かったなってなったらもう全然先取りしちゃっていいと思いますその先取りの内容も英単語を覚えるとか別にあのいつだってできることとかあるのではいやってください <laughs> 先取りマジいいっすよ えっと、あね、大学生の時に、国試対策、先取りして楽になった分、たくさん遊びました。そう、あの、先取りすることによって、めちゃくちゃ楽になるから、その先の、えー、まあ、人生。その先の人生、自由度が効くんですよ。それこそ、まあ、医学部通いながら司法試験受けるとかでもいいし、めちゃくちゃ遊ぶでもいいし、なんかこう、好きなことができるっていう意味では、幸せですよね。はい。